とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、ゼルダ無双やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、ゼルダ無双、どれぐらいやりましたか？俺ね、体験版で、今20時間ぐらい、プレイしてるね。で、武器を、今作ってんのよ。武器を作ってる。最強の武器を。まあ、体験版の中での最強なんだけどね。で、今装備してるのが、兵士の剣、レベル20の攻撃力52。これをね、装備してるんだよね。まあ、見せましょうか。こういう感じだね。全部スキルを必殺技ゲージが 4% 溜まりやすくなるにしてます。このスキルの付け方だけども、ちょっとわからないっていうコメントがあったので、説明すると、スキルが付くタイミングっていうのがあるのよ。そのタイミングの時に、欲しいスキルを合成するとつきます。ちなみにそのタイミングっていうのが、レベルが5に上がるとき、そして11に上がるとき、で20に上がるとき、5、11、20だね。そのタイミングで一番最初に合成したスキルがつきます。だから俺は、レベル5に上がる前に、必殺技ゲージが 4% 溜まりやすくなるやつを合成して、で、別のを、合成してレベル5にしました。そうすると、同じスキルがつくんだよね。で、スキルが重複するにつれて、攻撃力がプラス5上がるみたいなのよ。うん。まあ、他にもね、プラス5を上げる方法あるんだけども、それはちょっと今不明なんだけども、まあ、スキルが同じやつがつけば5。攻撃力が上がります。で、俺は今、必殺技ゲージが 4% 溜まりやすくなるっていうのをつけてるけども、まあ、最終的には3つぐらい、ちょっとね、武器を作りたいかな。まずはこの必殺技ゲージ。そして、攻撃範囲が広くなるやつ。そしてもう一つ、経験値が増えるやつ。その3本を作ろうかなーって思ってる。うん。まあ、あと2時間ぐらいすれば作れるんじゃないかな。で、武器集めだけども、ほんとね、ここおすすめ。ここ。爆発物取り扱い注意。ここで高速周回すると、もう全然すぐ溜まるから。ここマジでおすすめ。で、入手するにあたって難易度は関係ない。関係なし。ベリーハードでも、イージーでも、入ってくるアイテムっていうのは変わりないので、イージーで武器集めをやりましょう。まあ俺がどんな感じで行くかお見せしましょうかね。では、行きます。もう何回もやってるからさすがに慣れてるよね。もうここほんと、何十回でここやってるから、もう超慣れたよ。もう倒し方とかも。うん、まあ喋りながらすると、ちょっと難しいかもしれないけど、まあ問題ないでしょう。もうここはね、100回はやったな。100回軽くやってる。うん、それぐらいやってます。じゃあ、もうやりまくったね。なんか体験版でここまで楽しめるやつっていうのもなかなか珍しいんじゃない？すっごい面白いもん。ゼルダ無双マジで面白い。これ製品版来たら俺ね、相当やり込む。何時間ぐらいするだろうね。わかんないけど相当やる。はい、とりあえずここね、500体倒さなきゃいけないのよ。だから道中で500体を目指していって、でモリブリンを最後倒すっていう感じかな。よっしゃ。で、俺がだいたいここがね、1分25秒ぐらいか。うん、1分20秒ちょっとでクリアできるから、多分上手い人がやると、1分10秒とかで倒せるんじゃない？ここ。そんぐらいでクリアできそうな気がする。まあ俺は1分20秒ぐらいだね。よいしょ。はい、終わりです。まあこういう感じで高速周回ができるからすごく美味しい。で武器もまあ1回にね、少なくても2つ、多い時は4本ぐらい
入手できるからいいんだよね。あ、1分25秒。まあ、だいたいこんぐらい。こんぐらいでクリアできる。で、武器2つか。まあ、こういう感じだね。はい、戻ってきました。まあ、今のところで、まあ、高速周回してアイテムをいっぱい入手して、で、合成していきましょう。まず、土台になるのが、自分が欲しいスキル。まず、一番最初に欲しいやつね。例えば、強攻撃、ダメージ 2%。で、これに、こう、掛け合わせていくわけだよね。うん。で、これが、レベル5になるとき。レベル5になるときに、最初に合成したやつのスキルがつく。例えば、これ。強攻撃、あ、じゃないわ。これね、回復アイテムの効果 3% をつけたいならば、5になる前に、一番最初に合成して、で、他をつければ、これがつきます。うん。まあ、とにかく、5、11、20だよね。5、11、20になる前、一歩手前の時の合成の一番最初のスキルがつくので、はい、厳選してやってみてください。まあ、ちなみに、4つ同じやつをつけると、プラス15になるので、結構強いよ。うん。で、おすすめスキルは、俺としては、必殺技ゲージが溜まりやすくなるやつと、攻撃の範囲が広くなるやつ。そして、経験値がアップするやつ。それはね、今のところおすすめかな。後々はね、もっといいのが出てくるかもしんないけども、まあ、体験版の間は、それが持ってれば、だいぶいいんじゃない？製品版が出た途端に、スタートダッシュ切れると思うんで、はい、やっておいてください。では、今日は武器の強化について話してみましたけども、どうだったでしょうか。まあ、まだね、製品版発売まで10日ほどあるんで、それまでもまだ、やり込みます。やり込みまくりますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいやー